コロナとインフルエンザの感染状況がさらに悪化して、救える命も救えない状況になりかねないということで、これまでよりも強いメッセージを出す必要があると考えております。午後、定例会見を開いた川勝知事、県内の感染状況に強い危機感を示しました。新型コロナウイルス感染症の新規感染者は、年末年始の休暇明けから爆発的に急拡大しております。現在のペースで感染者が増加いたしますと、2週間以内に1日平均1万人以上の感染者が発生することになります。現状の医療体制を踏まえて川勝知事は、専門家の皆様のご意見をお聞きした上で、県独自の医療逼迫警報を国が定める、それより厳しいですね、医療逼迫防止対策強化宣言に引き上げるかどうか、その方向での判断をしたいと思っております。政府が去年11月に運用を開始した医療逼迫防止対策強化宣言の発令を検討していることを明らかにしました。発令された場合、県民に対して感染対策の再徹底を呼びかけるほか、事業者にテレワークの推進を要請することになります。現在、医療逼迫防止対策強化宣言が発令されているのは岐阜県のみです。医療の逼迫をここで食い止めることが、ご自身、家族、友人など大切な方を守ることにつながります。お一人お一人が感染しない自助と、みんなで感染を広げない共助の取り組みによって、何とぞご協力をお願いしたいと思います。感染拡大に歯止めがかからない中で、ドラッグストアにも変化が。増加傾向が続く新型コロナウイルス感染者、静岡市内のドラッグストアでは検査キットの需要が高まっています。前週比 110% くらいで推移しておりまして、多くのお客様にお求めいただいております。年末年明け、そのあたりからかなりのお問い合わせをいただいております。こちらで急激に需要が伸びているのが新型コロナの抗原検査キット。直近では1日に平均して20セットから40セット、多い時には1日50セットほど売れることもあるといいます。在庫があるかという不安の声がかなり上がってましたので、お客様自身も感じていると思います。いろんなところから取り寄せてまして、ある程度の数量は確保できておりますけれども、今後も続くようですと状況は分からなくなっております。感染後を見据えた備えの動きによる影響も。風邪薬も年末年明けからですね、かなり需要が高まっておりまして、一部このようにですね、入荷が不安定な商品も出てきております。あ、書いてありますね、入荷不安定。入荷不安定という原因は何ですか？急激な需要の増加というのがかなりあると思うんですけれども、新型コロナに加えて今年はインフルエンザが県内でも流行期に入ったこともあり、風邪薬はすでに品切れの商品も。より多くの人に行き渡るようにと、一家族あたりの購入数を制限しています。その他にも漢方薬や殺菌成分が配合されたのど飴なども売れ行きが好調で、品切れになっている商品もあるそうです。体調が悪くてですね、不安でご来店いただくお客様にですね、ご希望の商品を供給できないということが一番困っております。本社バイヤーからですね、商品の確保に尽力しているというお言葉をいただいておりますので、できる限り早く入荷できるようにですね、会社として動かせていただいております。コロナだけでなく風邪、花粉、あと免疫が落ちやすい季節になっておりますので、そちらのものをですね、トータル的にケアできるように商品を一つでも多く供給させていただきたいと思っております。